で、この方々の仕事面でのやりがいとストレス、長期的な視野や問題、状況についての創造的な洞察が大事にされ、それらが奨励される職場環境にやりがいを感じる、自分の力が認められ、専門性が適切な意思決定の場面で求められ生かされることを望みますと、明確な枠組みや組織の中で自分の直感機能を多様な課題に使える状況や、自分の裁量に任され、自主的に目標に取り組んでいくことに重きを置かれる場面を好みますと、好きにやらせてくれと、でもある程度明確な枠組みや組織の中で、はい、かっちりしているところで好きにやらせてくれと、力を発揮したい、そういうところで、で一見つながらないような情報に関連性を見出してまとめるとか、他者には理解しにくい力や不快な真実を明確に言い当てる力は、職場の他の人たちを戸惑わせたり動揺させたりすることがあるため、このような力が認められる職場かどうかが、このタイプの人たちにとって重要な問題になってくると、いやまあ頭の固い人たちにはやっぱり足はつけたいんですよね、ジオングに、はいはいはい、だからなんか変わったことを言うって話ですよね、ええ、宇宙では足はいらないんですよ、でもいやいやこれまでずっと強いモビルスーツとってのには足があるんだよ、だからこれ途中だろこれって、中途半端なもん出すなっていうのが、頭の固い人頭の固い人、はい、っていう問題は多分あるんでしょうね、はい、従来のやり方が正しいと思ってる、確実に、あ、まあ、もっと直感的な気はしますけどね、宇宙だから、はい、みたいな話よりもっと飛んでる気はする、ほうほう、どうぞどうぞ、あ、なんだろう、風が吹けばお部屋が儲かるみたいなごめんそこのねあのガンダム例えからのそこがねちょっと僕にはまたつながらなくてねまあ要はなんかもっとガンダム例えが難しいって話ですよね、もっと飛んでるみたいな、あ、ニュータイプ的な感じですよ、なるほどなるほど、キラーンみたいな、はい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 、あ、要は風が吹けばの間がズボって省略されてるって話ですね、そうで急にお部屋が儲かるんですよって言い出すから、何言ってんだこいつはみたいな、はい、あ、どっちとだった、あ、今例えを変えたって話ですね、はい、あ、ごめんなさい、確かに、でその順を追っていくと、ああなるほどねになるけど、なるけど、でそれをまだ NT の人たちは、まあ、そこもまたなんか理屈を考えそうですけど、はい、NF の人たちはもっと直感な感じがするんで、はい、いやなんとなくそう思うんですよみたいな、まあ、イメージがなんかあーってそう一瞬の絵巻物のように出るんですかねそれが頭の中にっていう感じはするのかなって、はい、だとなんか乗っかった方が得ですよね、その人本来は、職場的には、それが当たるかどうかは別問題である可能性はありますよね、まあ、全て世の中が正しい方向に進むかも、なんか不完全な人間がこれだけ生きてると、はいはいはい、どっちに進むか分かんないですもんね、また皆さんの、なんていうんだろう、正論、皆さんが正しいと思うことがバラバラですし、はい、なのでこのタイプの人にとって、仕事は非常に重要な生活の側面であるため、仕事にかなりのストレスを感じたり満足を見出せる要因を特定できにくく感じたりすることが多い傾向があると、仕事にかなりストレスを感じたり満足を見出せる要因を特定しにくい傾向にあるよと、なんで僕みたいに素直にありがとうございますって言われると、いや今日はいい仕事したねっていうタイプじゃないんですね、この方々は、大変だ大変、なんか燃費が悪い喜びの燃費が悪い悪い、はい、あ、ごめん、これ別に僕今軽口を叩きましたね今燃費が悪いって言ったけど、僕の中で褒め言葉です、大概の高級車って燃費が悪いもん、はい、高級車って言ってます、はい、はい、それはそれで軽口になってます、誰が軽自動車やっていう話ですよすいません、また物事の詳細を数多く取り扱うことを強いられるなど、課せられた役割や責任が自分に合わないような場面や、目標や方向性が頻繁に変わって
予期しない欲求が入ってくる場合があるなど、きちんと整理されていない職場にストレスを感じると、なるほど。なのでこのタイプを志向する人たちが仕事面のどのような部分にやりがいを感じるのかやストレスを感じるのかは、近未来や将来に意識を向け自分の内面で物事の可能性を複雑に描く内向直感に大きく左右されます、なんていうんだろう、大体職場って、あの営業はつきもんですもんね。営業は、まあ、そうしないと入ってこないですもんね、はい、で仕事僕はちょっと営業苦手なんですけど、はい、まあ、営業ってこういうタイプじゃないですか。そうですね、どっちかというとはいはいやりますやりますってで取ってきて、お前これ取ってきたからさ、お客さんが言ってんだよ、でギュッて入れてくるじゃないですか、はい、ギュッて仕事の途中で、お客さんの要望だから要望だから、で納期は絶対だから、予算も絶対だから、お願いって言って、じゃあってまた営業に行くじゃないですか、はい、えって多分ここでしょうね、問題は、はい、要はよくありがちですよね。一番初めの話だと、もう多分ストーリーはできてた、ところにまた急にゴッて入れられると、またその方々はストーリーがまた先が読めちゃう、あこれ起きるよね、これ起きるよね、これ起きるよね、起きるよねって営業に言おうもんなら、まあ、その営業の方反応しますよね。お客さんが言ってんだよ、あもう陰謀を出してきた急に葵の御紋をドンってくるわけじゃないですか、お客さんが言ってるからって、お金取ってきてるの俺だから、お金払うのお客さんだから、お客さんだからあこれこれだ、あ僕もどっちかっていうと現場では、あの制作の人間なので、これスケジュールなかったですよね、っていうのはあるんですよねやっぱり、そちら側のもう分かる分かると思って、サナさん INFJ の後輩とよく話すけど後々こうなるのでやめた方がいいと思いますよとよく言われると、あー面白いですね、仕事において INTJ は有能ですね、 INTP から見ると、僕から見ると両方とも有能なんですけどね、 NT って見るとあ有能臭がするって。メリーさん、なんても先を読めないポンコツが上司だと絶望ですねと、ああ一人プロジェクトを任されるのが一番気楽ですと、本日は僕ぴったりですよ隊長、良きに計らえなんで、ああそうですね、そう、失敗しそううまくいきそうはなんとなくわかる、説明はしにくいもこさんと、当たり前に結果が見えるのに他の人にはそれが見えないことに悩みましたと、最終的に会ってても唐突すぎてわからないと言われますと、でもこちらは当てずっぽうでものは言わないんですけどね。僕が思うのはそのデザイナーでよくいるのが、例えばなんかお客さんにこれ、この文言入れといてって言われたから入れてよって言うと、それ成立しないですよって先に言われるんですよね、はいはいはい、デザイナーとかに、でこっちは本当にでもこの辺なんか空白あるから入れてよって言うじゃないですか、そうすると言った通り、成立しないねって。そうなんかまあ、デザインの人は余白が大切とか言うじゃないですか、はいはいはい、で言った通りではお客さんに見せるとやっぱり、あやっぱり元に戻してくださいはいはいはい、のはデザインではよくあり、デザイン業界ではでもそれはスキルの問題じゃないですかね、それをデザイナーの人はみんなそうやって言いそう、はい、これはもうバランス考えてこういう風になってるからここが空いてるからって入れるとダサくなりますよっていう話じゃないですか、はい、でそれはねまあデザイナーの腕でもまあありますけどね、まあそれはありますね、はい、上手い人はでも本当にそうなるんですよ、はい、まあね、新人の人とかはほらできるじゃんってなったりすることもありますもんね、それもそのケースも多々ある、はい、もう出たかせって、めんどくさいだけじゃねえのっていう、そう、あ危ないごめんなさい愚痴が出る、はい、はい、で、まあ、この INFJ の人たちは、自分にとって重要なことにひたすら集中しようとする姿勢になるのが、INTJ の人は特にっていうことですね。でまた INFJ の人は仕事以外の生活のさまざまな側面でもストレスを感じやすいと、これは INTJ と INFJ の違い、INTJ は集中しようとする人たちで、INFJ の人たちは、まあ、理想主義者だからですかね、アポロン的な、はい、
で INTJ は INFJ よりも仕事で燃え尽き、情緒面、心身面でも疲れ切ってしまう可能性があると。でまた INTJ は職の安定性と将来の昇進の機会に心を奪われやすいのに対し、INFJ は報酬や給料に対する不満を訴えることが多く、職の安定性や昇進の機会の方はあまり関与しませんと。どちらのタイプもチームワークの良さを大事にしますが、 INTJ はさまざまなバックグラウンドを持つ人たちと一緒に仕事をすることに興味を持ち、INFJ は自分が特定の個人や他のメンバーたちに誠意を持てるかが大切で、それができることで得られる安心感を大事にしますと。INTJ は自分なりに今までにない方法で情報を集め分析し解釈するのを好む。INFJ は自分なりの美学や芸術的な表現ができる機会を求める一方で、きちんとされた方法で物事の詳細や正確さに注意することが求められる課題に取り組むことも好みますという人たち、やっぱどっかでなんかその割り食ってるなって、できる人たちなのに心を乱されてるんだなっていうのは、まあ、心の問題って感じですよね。でもまあその、こういうなんて言うんだろう、ノイズが入るわけじゃないですか、二等兵みたいな、要はこの自分の理想みたいなのを持ってるわけじゃないですか、どちらも、どちらも、はい、でそれのそれ通りにいかないからストレスを抱えるみたいな、で S の人たちってもういいじゃんそれって思える人たちじゃないですか、どっちかっていうと S っていうと、感覚の人、感覚の人たち、起きてしまったこと、起きてしまったもういいじゃん、そこまで別に完璧な理想じゃなくてもこれで流れるならいいじゃんみたいな、あそこはそうですねと思って、はい、っていうところでお客さんが言ってんだからいいじゃんみたいな、あそれはあって、例えばまあデザインの話で言うと、完璧なデザインが崩れるから嫌がるのは分かるんですけど、もうお客さんがいいって言ってんだからさ、っていうのも分かるんですよ、もういいよそこでって、で、はい、まあ、お客さんが言ってると、まあ、そちらを優先するしかないじゃないですか、はい、最終的には、はい、あのだったらもう芸術やってくれとは思いますからね、はい、ってなるとこの人たちはストレスを抱えるみたいな、